ねえ、二人とも、大事な話するから聞いて。この学校に、男子がいる。ああ、はいはい。ちょっと！これ冗談じゃないの！本当なの！だって、突然そんなこと言われても、何かあった？それがね、昨日の夜寝てたらね、窓の方がうるさくて。そんなことないよ。寝れない。チラッと覗いたら、なんかカップルが血は喧嘩っぽいのしてたの。一体どういうことだよ。おいおい、突然別れるとかマジ意味不明。俺お前のこと愛してんだぜ。ごめんなさい。でもこれ以上嘘つけなくて。私、下にあなたと同じものついてるの。ああ、ちょこそ、そう。やっぱりそういう反応になるよね。ごめんなさい。ちょ待てよ。ついてても好きだぜ。いい話だ。これ霞が好きなやつだよねって思ったんだ。ちょっと待ってください。ちょっと霞、回想中に入ってこないでよ。え、ここはちゃんと転生しておかないと。でもああいうの好きでしょ。それは男